こんにちは。洋画講師のタガです。皆さんご存知ですか僕たちの住んでいるこの宇宙はなんと95%が僕たちの認識のできない目に見えないものでできているんです。この宇宙のほとんどがですよ、95%は僕たちの五感では捉えることのできないものでできている。これは現代の多くの科学者が認めている科学的な事実なんです。だとするとね、僕たちは この宇宙のわずか5%の世界の中で悩んだり苦しんだりしているんです。だ僕たちはね、この宇宙のほとんどを知らない中で勝手に悩んだり苦しんだりしているんです。これは非常に残念で悲しいことだと思いませんかそもそも伝統的なヨーガというのは、この宇宙の本質である五感では捉えることのできない目に見えないものとつながろうとする訓練なんです。例えばね僕たちの魂これは当然 見えないし五感では感じることができませんでヨーガというのは僕たちの本質である魂とつながろうとする訓練なんですそこで今回はこれね僕はこれからの時代にもう絶対にみんなに必要だと思います自分の本質である魂そしてこの宇宙の本質である目に見えない世界とつながるための瞑想法これね 秘伝秘密の教えと言われていますがこれからの時代に絶対に必要なので内緒で教えちゃいます古代からのヨーガの教えによると今の地球は暗黒のの時時代代が終わわっっててに入ったと言われています西洋先星術でも今の地球地の時代から風の時代に変わったと言われていますこの聖堂の時代と風の時代の共通点それは何かというと目に見えないものが大切になる目に見えないものへの気づきが促されるこれまでは目に見えるものしかわからない 目に見えるものしか信じないそんな時代だったんですそんな目に見えるものしかわからないような時代に古代からの伝統的なヨーガの教えは非常に誤解される危険性があったのでヨーガの教えのほとんどが秘密秘伝とされていましたところが時代は変わったんですこれまではね秘密秘伝とされていたヨーガの教えが続々と世の中に公開されています僕もねその動きに合わせて 一人でも多くの人に意識や価値観を変えてほしいので今回目に見えないものへの気づきを促す瞑想法これ秘密の教えとされていましたがね僕もこれを思い切ってね公開したいと思いますもう本当にね今時代が変わろうとしていますからねこの時代の変化に合わせて僕たちもやっぱりね意識や価値観をね変えていかなければ本当にダメだと思います世の中どん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 良くなっていくと思いますこの宇宙には 僕たち人間が認識できるもの僕たちが感じることができるもの物質はねわずか5%しかないということがわかっていますじゃあ残りの大部分は一体何なのかそれはね僕たち人間には全く得体の知れない暗黒物質ダークマターとそして暗黒エネルギーダークエネルギーなんですこの暗黒物質とね暗黒エネルギーもうごくごく簡単に説明したいと思います ある科学者が地球から見る遠くの銀河系をね観測していてあることに気づきますこのね銀河系の回転運動があまりにも早すぎるんですそれまでの科学の常識ではありえないスピードそれまでの科学の常識だとねこの銀河系の回転スピード早すぎるから遠心力が強すぎるのでどう考えてもねこの銀河系の星々がこうバラバラになってしまうはずなんだそうですだけど実際に観測してみるとね きちんと規則正しくこの銀河系バラバラにならないで回転運動をしているんです。ということは今までの科学の常識ではねありえないような何かがないとダメなんです。だから早すぎるね回転運動だから強い遠心力に負けないぐらいの実際には観測できない目に見えない重さを持った。 重力を持った何かがなければこの宇宙は成り立たないんですこの銀河系は規則正しい回転運動をすることはできないんですなのでねそれが暗黒物質ダークマターなんですこの暗黒物質は宇宙の27%を占めていますこの宇宙は137億年前に誕生してから,ら137億年前にビッグバンが起きてから信じられないことに未だに広がり続けています未だに宇宙は 膨張を続けてるんですしかもですよこの宇宙がね広がるスピードはこれどう考えてもねだから科学的にもですよ科学の常識でも宇宙が広がるスピードってだん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 遅くなっていくはずじゃないですか。にもかかわらず事実は違いますこの宇宙が広がるスピード遅くなるどころか速くなってます。宇宙が広が広るスピードはね 加速しているんですよこれどう考えてもありえないんですけどもこれね観測してみるとこれは事実なんです宇宙はどん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 速いスピードで広がり続けているんですこれどうなっちゃうんでしょうかねなのでこの宇宙には間違いなくこの宇宙を加速度的に広げるエネルギーが間違いなくありますそれがダークエネルギー暗黒エネルギーなんです でこのような分かりますもうね人間の科学技術ではもう絶対に観測することができない捉えることができない暗黒物質と暗黒エネルギーがね絶対にあるんですだからこれは見えません五感では感じることができませんだけどこの宇宙には絶対に存在するんですだからそんなねえたの知れない五感では感じることができない 目に見えないものがですよここにもありますあなたのところにもいっぱいありますこれが本当にね事実なんですこのね僕たちの宇宙は間違いなくほとんどがね目に見えないものです五感では捉えられないものです多くの科学者が認めています僕たち人間はこの全宇宙の目に見えるわずか5%のことしか気づくことができない これははね今まででそうでしただけどこれからは違うんだと思いますこれからはねいよいよね僕たちは努力次第で心がけ次第でこの全宇宙の残りの目に見えない部分へも少しずつ気づくことができるようになるんだと思います多くの脳科学者が言っています僕たちの意識僕たちの意識の中でも僕たちが普段気づくことができる健在意識やっぱり5%なんですだからね科学者が言ってるわけですよ僕たち人間はね 自分の外側宇宙を感じることができるのも5%だし僕たちの内側意識を感じることができるのもやっぱり5%だから僕たちはですよ外側も内側もねわずか5%の世界の中で生きてるんですよものすごく限定された狭い世界のね小さな世界の中で僕たちは悩んだり苦しんだりしているんですこれまではそうでしただけどこれから違います視野が広がるんです いいよいよね心がけ次第で努力次第でね僕たちは残りの大部分の目に見えない今まで気づけていなかった部分への気づきがきっとこれからね促されるようになるんだと思います。じゃあこれまで僕たちがね認識できなかった感じることができなかった世界をどのようにして感じればいいんでしょうかどのようにすれば感じることができるんでしょうか古代のヨーガの行程がねこのように説明しています。僕たちが 目に見える世界、だ目に見える外側の世界を感じる時必ず脳から脊髄神経、背骨にに、ね、下向きにエネルギーが流れているとこれどういうことかというとね僕たちが例えようですよ何か素敵なものを見たい何かおいしいものを食べたい脳が思うじゃないですかだから外側の目に見える世界を感じたいそうすると当然その脳でね何かを見たい何かを食べたいと思った そのエネルギーが脊髄神経を下向きに流れてそして全身の神経に流れていき手足体を使って何か素敵なものを見る何か美味しいものを食べるそうやって僕たちは外側の目に見える世界をいつも感じています認識していますじゃあですよこの外側の目に見える世界ではなく目に見えない世界を感じるためにどうしたらいいかというと この逆向きのエネルギーを作りなさい。ちょっとどうやって？自分の意志の力を使ってです。じゃあね今日その瞑想皆さんに紹介します。これ秘伝の教えです。だけどこれからの時代に絶対に必要だと思うので、もうぜひ試してみてください。これね本当にね全然難しくないですから。簡単すぎて表紙抜けすると思うんですけど、だけどこれね。 ずっと昔から古代から行われていたやっぱりとても大切なテクニックです。ぜひやってみてください。これ簡単ですよ。背骨をまっすぐにして目を閉じます。イメージしてください。全身でエネルギーを吸い込んでると思ってください。じゃあちょっとイメージが難しければね、自分の真上になんか太陽みたいなのが輝いていて、太陽っていうのはね、僕たちの生命エネルギー、まさしく宇宙のエネルギーの象徴ですから、だから自分の真上に太陽が輝いていて、 太陽が全身をを照らして輝かしてて輝輝かかいる輝きと温かさを感じているそしてね実際は鼻で呼吸するんですけどもイメージは全身で呼吸する全身の皮膚で呼吸をしてるつもりそしてその全身の皮膚で呼吸して全身で集めたエネルギーを背骨に集めてるつもりになってくださいそして背骨から背骨を上に向かって流れていくだから普段 外側の世界目に見える世界を感じるときは。下向きに流れていますから、背骨の下向きにエネルギー流れてるから。だから自分の意識でイメージで。全身で吸ったエネルギーを背骨に集めて、なおかつ。背骨を下からこう、上に向かって上昇させるわけです。いいですか。一息でここまでいきますよ。吸い込む背骨に集める、頭に集める。 そして息を吐くとき、頭のてっぺんからその集めたエネルギーをぶわっと自分の真上の太陽の輝きのところまで息を吐く自分のね集めたエネルギーが太陽と一つになっているそんなイメージですまた吸う時は全身ですって背骨に集めて頭のてっぺんまで吸い込む吐く時はぶわっと自分の魂が抜けてって太陽と一つになるそんな瞑想です ぜひお試し、あれです。これをね、やっぱり少しずつやっていくうちにね、だん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 だから、普段は感じることができなかったようなこと、気づくことができなかったようなことを、を普段は気づくことのできなかったようなエネルギーに気づくことができるようになると思います。もうぜひね、根気強くやってみてください。これまでは、なかなかこの瞑想をしててもね、あまり感じることがなかった人でもね、これからの時代ですよ。 だ今ですよ。このね態度ね、本当に表紙の件数でしょ？簡単すぎでしょ？だけどこれすることでだん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 本当にね、何か今まで気づけていないようなことに気づくことができるようになります。目に見えないエネルギーにだん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 気づくことができるようになると思います。本当にちょっとね、ぜひやってみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ。